い、皆さんこんにちは、ムーンです。今回はリンゴ収集祭り超激辛からやっていこうと思います。ただいまボーナスタイム中でね、出現しているステージになります。それでは早速やっていきましょう。デッキは激辛の時と同じです。はい、でサポーターはねクロードで設定しました。それでは行ってきます。超激辛からね5ステージなんですよね。なのでそれまでにスキルが発生できればいいんですけど、まあね、発生できなくても今回は相手が赤なのであんまり気にしなくてもいいかなって感じですね。被ダメージは、はいはい、そう、こうやってね青を巻き込まないでね連鎖していくのがものすごく私はイラッとするんですよね。あ、まあいいか、うん、赤が倒してくれましたね。ももちゃんだっけ。よいしょ。でチャンスぷよが出てるので、そうデイリーミッションのためにねチャンスぷよは消していきます。おーおー、ほい。なんかデイリーミッションの中で一番達成しづらいのがねこのチャンスぷよを何回、なんか大連鎖チャンスか、何回ねできるかってやつなんですよね。このチャンスぷよが出ないとできないですしね。だからね達成できたりできなかったりしますね。でもほとんど達成できてないですね、チャンスぷよが。違う、チャンスぷよじゃないや、大連鎖チャンスがデイリーミッションの時は。でも今回はね石が絡んでるのでね達成したいんですけど、でもこれは分かんないや、分かんない。そう、ね、大差チャンス発生できてもあれですよ、解けないと意味がないんですよね。難しいわ、難しい。はい、本当私もう漁師大好きです。もう漁師いないともうパニクっちゃいますね。よいしょ、え、これで何ステかな、次で終わりかな、あ次4か、はいはい、うん、どうしよう、使っちゃおうかな。よいしょ、うん、これは解けるかな、あここだね、解ける解ける。大連鎖チャンス本当難しいな。なんか2個消すのと4個消すのが分かんなかったりしますね。なんか5個、あ違う、2個は大丈夫だ、2個は大丈夫、ごめん、3個と4個消せっていうやつがね難しくって私はね解けないです。5個のやつはなんか逆に数が多いから分かったりします、分かんなかったりもします。よいしょ、じゃあここねマジシャンズチョイス、よいしょ、どうしようかな。はい、多分ワンキルは無理かも。あーあ、いけたいけたいけた、やった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 、はい。これ何個かな、578個、いいですね。で私もうすぐでランクアップするわこれ。はい、ってことで今回はここで終了にします。あーなんかねイベント続きでだいぶ作れてるんですけれども、次のイベント何なんですかね。バトルアリーナがそろそろ来るのかなって思ってます、個人的には。はい、でバトルアリーナはねボス戦かな、ボス戦は動画上げようかなと、まあ次のイベントわかんないですけど、はい、バトルアリーナかトコクエが来そうな感じがするのでそれは収録すると思いますので、ぜひお時間あったら見てください。それではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方は、チャンネル登録はこちら、サブスクライブと書いてあるところにリンクが貼ってありますので、そちらから登録をお願いいたします。スマートフォンもしくは携帯電話からご覧になっている方は、現在ご覧いただいているページにチャンネル登録ボタンがあると思いますので、そちらから登録をお願いいたします。これからも楽しい動画をバンバンアップしていきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
それでは次回の動画でお会いいたしましょう。